今日はヨシキについてジャーニーさんが話すみたい。私はヨシキューに行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ、ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。大物ミュージシャンのヨシキいるじゃない。いるね、ヨッサン。ヨシキをヨッサンって呼ぶのはユウくらいよ。腹痛が悪化して救急搬送されたんだよね。心配だな。お医者さんによるとストレスらしいわよ。ああ見えて繊細だからな、ヨッサンは。ああ見えてっていうか見るからに繊細よ、ヨッサンは。でもライブ中にドラムセットをぶっ壊すダイナミズムも持ち合わせてるよ。そのギャップと二面性が彼の魅力よね。それはさておき、好きな仕事してバチクソお金稼いで一体何にストレス感じてるのかしら。いろいろあるでしょう。ヒデが亡くなったり、トシが宗教入ったり。辛かったでしょうけど、さすがに引きずりすぎじゃない。ああいう根っからのアーティストタイプは満たされすぎてストレスがないこともまたストレスになったりするんじゃない。ならいっそ資材をすべて投げ打って荒川の河川敷から裸一貫で出直せばいいのにね。そんな予算誰も見たくないよ。パンピーには想像もつかないハイクラスの生活しててストレスで倒れるならそれしかないでしょう。僕もそう思うな。いくら天才でもヨッサンも人間だからね。人は土から離れては生きていけないんだよ。シータみたいなこと言うね、タイマくん。しばらく音楽から離れて畑借りて野菜でも育てたらすぐ治るわよ、きっと。アドレナリン出すぎてまだ収穫前の野菜を全部引っこ抜きそうだな。